ここではレッスン22で紹介したスタッカートのテクニックに必要な音の切り方を、フレイを使って学んでいきたいと思います。今回音の切り方には大きく分けて4種類あります。1つは左手の指で音を切る方法になります。押さえている指を軽く離すだけで音は切れます。この時弦には指が触れていて、フレットから弦を離すようなニュアンスで指の力を抜いています。決して指を全部離さないように気をつけましょう。これは NG パターンです。2つ目も同じような要領でやっています。今回は全部押さえた制覇をした状態で音を切っています。こちらも見た目ではほとんどわからないような感じで指を、浮かせるというか力を抜いているような形になります。こちらも指を弦からこう全部離さないように気をつけましょう。3つ目は右手で音を切ります。弾いた弦に指を乗せるだけで音が切れます。このような感じとなっております。4つ目はコードを押さえていない指で音を切る方法です。これは余った指を、開放弦に軽く触れて音を切っています。もともと押さえている指はそのまま押さえています。ではこの4種類を駆使してフレの方を弾いてみましょう。